おはようございます。ザリガニ親父のコミュニケーションワンポイントテクニックアワーです。今日は10月27日火曜日、いつものように高野文夫のバイリンガルビデオダイアリーをお届けいたします。今週はですね、私が9月に出しました10をまたぎましたけれども、6冊の本について次に、ご紹介していきたいと思います。今日は6冊の本、新刊6冊の本全体像をお話ししたいと思います。まず2冊はですね、今このブームを受けて、世の中に、引きがありますので、 Zoom のマニュアル的な本を2冊出しました。 Zoom 一般向け、もう一つは Zoom のプロ、Zoom を使ってですね、セミナーや会議を企画する人たち、 Zoom 専門家向けの本、これ2冊ですね。その他にですね、2冊出しました。これはですね、今このコロナの時代ですが、人々の心がすさんできていると思います。コミュニケーションなかなか取れないんで、こういう時こそですね、感性力とか共感力が非常に重要になってきていると思います。感性を磨いて共感力をつけるという本、一つはですね、小型の本です、まあ四六版といいますが小型の本ですが、そちらはですね共感力の本、もう一冊はですね、感性を磨いて共感力を高めようという本です。これで4冊になりますね。残りの2冊はですね、20年前に私が出したですね、リスを取って売れという私の書状作があります。その本はですね、出版社が解散しましたので、一般の書店では入手できなくなりましたので、新しくですね、作り直しました。出版社はですねなくなりましたので、私がリーダーやってます日本プレゼンテーション協会出版事業部から出しました。そのものをですね、リプリントといいますかね、再版したリスを取って売れ田舎版、もう一つはですね、今風に、20年前の本ですから今風にモダンに書き直した本です。リスを取って売れ都会版です。以上6冊ですが、明日からですね、Zoom から始めて、共感力、リスを取って売れと3段階に分けて、詳細を説明していきたいと思います。今日もお聞きいただいてありがとうございました。さようなら。